デビュー5年、ついにこの日この夜を迎えました。三冠チャンピオンの三沢さんこそ本当の三沢さん、その三沢さんと勝負できるのは楽しみですと語る秋山に、初挑戦の硬さは微塵もありません。格闘技のメッカ、そして格闘家憧れの舞台、日本武道館の1万6300人のお客さんは三冠戦線フレッシュなチャレンジャーを待ちます。チャンピオンは三沢、舞台は日本武道館メインイベント。時代が求め、そしてファンが求めた三冠戦、27歳11ヶ月ニューチャレンジャー秋山純登場。初めて三冠タイトルに挑んだのは今を遡ること7年前、28歳の夏でした。そして今日リングには三冠初挑戦秋山が控えます。三沢、三冠タイトル初挑戦から2年後、この日本武道館で三沢光晴はあのスタンハンセンを破り、初めてプロレス最強の栄誉と称号を手に入れました。あれから5年、秋山純27歳の初挑戦を受けて立つこの人がミスター三冠チャンピオン三沢光晴です。試合前に日本テレビ放送部メディア事業部大河原洋様より選手権試合宣言でございます。認定書、この試合は DWF が認定するインターナショナルヘビー級、UN ヘビー級、並びに TWF ヘビー級の三冠選手権試合であることを宣言する。1997年9月6日パシフィックレスリングフェデレーション会長ロード・ブレアース代読。続きましてチャンピオンベルトの返還でございます。日本テレビメディア事業部大河原洋氏によりまして認定書が読み上げられました。三冠タイトル、それは3本のヘビー級のベルトです。今から8年前、 PWF そして UN インター3本のヘビー級王座をジャンボ鶴田が統一しました。それから17代のチャンピオンが三沢、そして初挑戦が秋山です。日本勝負を行います。ラオコーナー挑戦者255ポンド秋山純、初挑戦の夜を迎えました秋山純。中コーナー三冠ヘビー級選手権者255ポンド三沢光晴、秋山の情熱を受けて立ちます三冠チャンピオン三沢光晴、間もなく三冠戦ゴングです。こちらがチャンピオン、第17代三冠統一ヘビー級チャンピオンの三沢光晴、現在3度目のタイトルです。そして今日生まれて初めての三冠初挑戦秋山純、27歳と11ヶ月です。握手をしました。赤コーナー青コーナー分かれます。秋山初挑戦、日本武道館で31戦目の三冠戦のゴングが打ち鳴らされました。60分の一本勝負です。向こう側、こちらチャレンジャーの秋山、そしてチャンピオンの三沢、背中が見えています。がっちりと組み合って放送席前、背中がロープについています。チャンピオンの三沢です。序盤戦の動き、こちらがチャンピオンの三沢光晴、そしてチャレンジャーの秋山、共に超世代軍として普段はタッグを組んでいる者同士。そして秋山にとって憧れのチャンピオンがこの三沢、初挑戦の相手、相手にとって不足はありません。綺麗なブレイクです。
放送席解説はジャイアント馬場さんです。さあ馬場さん、今年の三冠戦注目のカード、秋山の初挑戦を迎えました。そうですね、三沢がねジャンボに挑戦した時もね、はい、初めての試合でそのジャンボを渡したんですよね、ですから秋山にもそれがあるんじゃないかと期待してるんですがね、はい、まあ、お互いにね手の内知ってますからね、まずは秋山のおっとジャンピングニーをかわした、三沢のエルボーもかわした、いやラリアットもかわしてドロップキック一戦、三沢場外にエスケープ。その三沢がジャンボ鶴田さんにジャンボ鶴田に挑戦した時、おっと場外でおっとフェイスクラッシャー、秋山ラッシュをかけていきます。まあその時と比べても今の三沢とこの秋山の力の差、三沢自身あの時の自分とジャンボ鶴田と比べても遜色ない、あるいはもう縮まっている、そういうふうに実感しているようですね。そうですか、まあ、それだけね、三沢が用心していればまあいいと思いますがね、はい、まずは序盤戦は挑戦者の秋山純、若さあふれるファイト、おっと迎撃エルボーが秋山のトップロープからの攻撃、腹のあたりに当たりました。若さに任せてまずは押してくる秋山ですが、チャンピオンの三沢はこれを受けます。旋回式の岩石落とし、そしてニュートラルコーナー、三沢が素早い身のこなしです。おっと迎撃だ、先ほどのお返し、今のはよく決まりましたね、三沢の胸にパチッと入りましたからね、はい、三沢は上からの攻撃ですから、おそらくこの秋山のドロップキックはその威力が倍化しているはずです。あっと今度はエルボー、タイガードライバーか、裏を返してそして逆さを抑え込み、カウントは一つ分かれました。この秋山純27歳と11ヶ月で三冠初挑戦、相手は三沢です。最初にやるなら一番強いチャンピオンの中のチャンピオンである三沢さんとやりたい、そして自分が挑戦したということを三沢さんの体に染み込ませたい、こう試合前語っていました。そしてどこまでも三冠戦である以上貪欲に粘り強くタイトルを狙っていきたい、そう話していた秋山です。足を取りに行きます、そうはさせません、チャンピオンの三沢、エルボー落として今度はキック、スピンキック、秋山テイクダウンです。秋山が三沢を振った、そして口出し式のジャンピングに抱え上げられました。そしてエルボーです、バックを取られて腕を固められるか、足を取った、そして関節技だ、アキレス腱固め、三沢必死に逃れます。さて馬場さん、ここまでの三沢対秋山のこの三冠戦なんですが、序盤戦の動きを見ていかがでしょうか。やっぱりね、今三沢がやっぱり余裕を持ってやってるみたいですね、はい、ですから秋山が何かの拍子でその三沢を親と思わすものが出てこないといけませんね、まだここまでは。おっとドラゴンスクリューだ、秋山の攻撃を受けている三沢もそれほど冷静さは失っていないようです。しかし今ここでドラゴンスクリューを見せました秋山純です。そして低空のドロップキック、ドラゴンスクリューから三沢の左膝に攻撃の焦点を絞ってまいりました秋山です。この秋山と三沢の対戦シングルマッチは過去6回あります。6戦全勝三沢、バックを取ったジャーマン投げ捨て、そして後ろからドロップキック、さあ秋山がここで攻めにかかります。カウントは2。この2人の最初の対戦は93年1月31日後楽園ホール、秋山試練の7番勝負最終戦でした。
9分56秒タイガードライバーで三沢が余裕を持って秋山を退けています。それからここまで6回対決、ジャンピングに秋山、いや三沢がスポット立って、今度はエルボーです。ただここ2戦、97年のチャンピオンカーニバル、それから97年スーパーパワーシリーズ5月の札幌とのでの対決では、馬場さん、かなり秋山もミサを追い詰めるところまで行きましたね。そうですね、特に秋山はチャンピオンカーニバルではなだれ式のエクスプロイダー97で三沢の首を痛めつける、こういった場面がありました。バックを取ります。秋山片膝をつきました。 DDT、 おっとこれは鈍い音がしました。秋山うずくまります。そして三沢がニュートラルコーナーのトップからダイビングボディープレス、キャンバスが揺れました。カウントは2。ただ過去6回の試合でもちろん秋山は三沢に勝ったことがありません。タイガードライバーでの決着が5回、そしてリバースフルネルソンデスロックのギブアップ勝ち、三沢がエルボーで秋山を仕留めたことはありません。今日は三冠戦、秋山初めての挑戦、その相手がこの三沢です。秋山が場外にエスケープです。さあ三沢が十分に距離を取りました。三沢には場外へのトペエルボー推進打もあります。しかし秋山が場外でまだ立てない状態、今ようやく状態を起こしかけています。序盤戦若さに任せて秋山が猛然とラッシュしてくるかと思ったんですが、そのあたりは馬場さん、ここまでは三沢はよくさばいている感じですね。そうですね、非常にチャンピオン三沢としては落ち着いた試合運びです。エプロンサイドでのエルボー攻撃、そしてロープ越しに十分な間合いからリフトアップにかかりますが、お秋山がおっと今場内に戦慄が走りました。ブレインバスターの打ち合いになっています。おっと三沢が浮いた。ここで三沢ブレインバスターを場外に打たれるようなことがあれば大事に至らないとも限りませんが、エルボーです。さらにエルボーテイクダウンしました秋山。こちらが三沢です。今日が4度目の防衛戦になります。三沢光晴、1月の20日大阪で小橋からチャンピオンベルト3度目のタイトルに君臨しました。そして1月、いや3月にウィリアムス、6月に川田、そして7月先のシリーズ田植えを退けて今日が4度目の防衛戦。スピンキック取った、おーっとこめかみに入りました。必死に防御しようとしましたがこめかみに入っています。再び場外に落ちた秋山です。秋山の様子をじっくりと見てリングの中央から逆側のロープに飛んで、さあ三沢が飛んだ、エルボー推進だ。鉄柵にもたれかかってそしてリバウンドで倒れました。さあ馬場さん、この秋山純三冠初挑戦、三冠チャンピオンの攻撃をここまで受けています。その厳しさを体で感じてるでしょうね。そうですね、まあ、秋山が挑戦、初挑戦、なんかそんな感じがしないというか、それとももう戸惑ってる、三沢の力に今もう戸惑ってるというような状態ですよね、はい、もうこうなったら秋山にはもうどんどん持てる力を最初から出していく、こういった思い切りのいい攻撃を望みたいですね。秋山純は初挑戦、この三冠統一ベルト、三冠タイトル、おっとタイガードライバー持っていきました。カウントは2。初挑戦で三冠タイトルを取ったチャンピオンは今まで生まれておりません。田植え小橋が4回目の挑戦で、そしてこの現在チャンピオンの三沢も5度目の挑戦で三冠タイトルを手にしました。今から5年前の8月のことでありました。そして川田は6度目の挑戦で三冠タイトルに輝いています。初挑戦で初ダッシュ、
この快挙が果たして秋山にとって成し遂げられるのか。エルボーの打ち合い、ちょっとしかし秋山の体力の方が奪われているか。三冠チャンピオンのエルボーをもろに受けました。リングの中央でダウンです。キャリア16年、三冠チャンピオンの三沢とキャリア5年の秋山純、フレッシュな三冠戦です。バックを取ってジャーマン投げ捨て、スックと立って秋山エルボーで突っかかっていきます。三沢を倒しました。三沢も倒れています。しかしチャレンジャーの秋山もエルボーを打った後倒れています。馬場さん、このあたり秋山のここまでの秋山が頑張ったところまではいいんです、はい、ですけどやっぱり起き上がるのは、先に起き上がるのは三沢ですよね、こうやってね、はい、ですからここで秋山が一踏ん張り欲しいところですね。先頭、はい、背面落としを受けました秋山。過去5回の対戦、そこで見せたようなはつらつとした思い切りのいい向こう見ずなファイトがちょっと影を潜めている秋山です。これが三冠戦の重みなんでしょうか。ラリアットローリングして打っていきました。現在27歳と11ヶ月もし秋山が三冠チャンピオンに今日輝きますと、三冠タイトル史上最年少のチャンピオンが誕生いたします。過去17代のチャンピオンの中で名を残しているのは9人。これまで最も若くしてチャンピオンについたのは1990年6月ジャンボ鶴田を破ったテリー・ゴディの29歳と1ヶ月です。次いで去年チャンピオンになった小橋が29歳と4ヶ月、秋山は今27歳と11ヶ月です。さあ秋山が先に立った、ジャンピングに、さあここから秋山、相手は三沢、三冠初挑戦、エクスプロイダーか、持っていきました、素早いカバー、さあどうか、おっと危ない、危ない危ない、三沢の足がロープに届きかけたか、微妙な判定でしたが、レフェリーはロープを取ったんでしょうか。とにかくカウントは2でした。さあ秋山純がフィニッシングホールド、フィニッシングブローのエクスプロイダーをまず一つ打ちました。馬場さん、このエクスプロイダーでは最近では川田からもピンホールを奪っておりまして、もう一つ二つ欲しいところですね。そうですね、そして今度はミサーをコーナーに据え付けて、さあエクスプロイダー97か、なだれ式か、行くか、チャンピオンカーニバル以来封印している秋山、あっとしかしエルボーで落とされました。そしてそのまますぐ攻撃に転じます、ミサイルキック、チャンピオンの三沢です。コーナーからのエクスプロイダーはチャンピオンカーニバル以来封印、この瞬発力が秋山の魅力です、この瞬発力は秋山の魅力ですけども、はい、ここで秋山が寝そべっていたんじゃダメなんですね。この後を追っていけるかどうか、そうなんですよ、三沢はすでに場外です。しかしこの辺りの三沢の間合いの取り方もさすが百戦錬磨三沢チャンピオンです。さあ秋山はどのように三沢に追い打ちをかけるのか、本部席前で三沢はうつ伏せ、普段はタッグを組んでいる超世代のパートナー同士、三沢の背後から、おっとカーフブランディングだ、三沢がうつ伏せに倒れています。さあここから一気化成に、今が攻め時、秋山純どのように攻撃を組み立てるのか。15分を経過しました、60分の一本勝負、今年5度目の三冠戦は秋山純の三冠初挑戦、相手は秋山がチャンピオンの中のチャンピオンという三沢、バックを取りました、三沢、いや秋山、ジャーマン、おもう一発、さらに復帰したてを離しません、連発か、秋山歯を食いしばる、そしてロープに飛んでジャンピングに、そしてバックを取って、あーっと
サンダーを放っていきました。秋山純、青い稲妻が稲光として光りました。ここですよね、はい、さあ秋山、ここから間髪を入れず攻撃に転じたいところです。エクスプロイダー3発目か、体勢に入ったニーリフト、そしてあっとドロップキック、赤コーナーに持たれる。チャンピオン背後から迫る、ジャーピングに串刺し、さらに間合いを取った。さあ秋山どうするか、三沢はゆっくりと立ち上がったところ、十分な距離からエルボー、弓を引きました。そしてエクスプロイダー3発目、さあカバーに入った秋山どうか、カウントは2。さあ馬場さん、秋山はエクスプロイダーを3つも打ちました、しかし返されました。そうですね、この辺り秋山に少しでもその情熱に根性に動揺をきたすと、あっとしかし秋山拳を左右に引きました。さらに攻めていきます。エクスプロイダー3発目がダメなら4発目、そしてどうか、決まるか、ここは2。なんてったって初挑戦、失うものはありません。27歳の若武者、青い稲妻超新星秋山純、今が何を置いても攻め時です。チャンピオンの神戸をムンズと掴んだ、そして背後を取った、バックを取った、フックした、おっと三沢払い越し、カウントは2。三沢が初の三冠タイトルを取った92年の8月、その1ヶ月後、5年前秋山デビューしました。そしてこの5年間三沢の背中を追い続けてきた秋山に、ついにこの日が訪れました。史上最強のチャンピオン三沢を相手に三冠戦初挑戦、秋山純、ドリルはほぼパイドライバー、脳天食い打ち、頬のあたりに擦り傷ができています秋山。さあ片膝をついて先に立ち上がったのは秋山です。何を持ってくるんでしょうか。まだ秋山はエクスプロイダー4発は放ちましたが、封印している雪崩式エクスプロイダーは打っていません。ネックブリーカードロップからもう一発か、もう一発ネックブリーカードロップ、十分にチャンピオンのミサーを痛めつけてから次の攻撃に移ります。さあこのあたり秋山チャレンジャーがかなり冷静になってきました。馬場さん、このあたりの秋山の間合いなんですが、さらに奥の手を隠しているような、間合いを取るのがね、ミサーが上手なんですよね。あ、ミサーですか。秋山が攻めていってもここでもう休んでる、休んでるというか次にすぐ行けないでしょ、はい、これをどん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 ここでもう秋山が攻めてね、傘に変わっていかなきゃいけないですね。 DDT2 連発、すぐ起きていかなきゃ、はい、これ見てたらダメなんですよ。さあその放送席解説の馬場さんの声が聞こえたか、すっと立ちました秋山。三沢は大の字に倒れていますが、しかしチャンピオン、ここは十分に体力の回復を図っているかもしれません。秋山休まず攻めたいところです。三沢の様子を伺っている暇はありません。さあ秋山、ニュートラルコーナーのトップからエルボーだ、後頭部首筋いった。さあ素早いカバー、さあどうか、いや、ここなんです、秋山は取れる、はい、ここを行かなきゃいけないですね。そしてその声が聞こえたのか、勝ちました秋山。そして何を持ってくるか、今日はエクスプロイダーはすでに4発放っています。どうする秋山、奥の手があるのか、エクスプロイダー5発目か。ドロップキック腰のあたり、青コーナーに持たれる、さらに背後からあっとカウンターのエルボー、そしてどうする、ローリングエルボー。過去6回の対決で三沢が秋山をエルボーで仕留めたことはありません。果たしてこの三冠初挑戦で三沢が秋山に対して
三冠王者のエルボーのその刃を抜くんでしょうか。秋山のバックを取った。タイガースープレックスだ。おっと秋山のダメージが大きい。いやいや三沢のダメージも大きいんですよ、はい、ですからね秋山はここでもう一度起き上がっていくといいんですがね、ここは勝負どころだと思うんですがね。エルボーです。秋山も苦しい、しかし三沢も苦しいはずです。王者の貫禄か、初挑戦の情熱か、そして三冠チャンピオンがその三冠ベルトの重みを初挑戦の秋山に身をもって知らしめるか。タイガードライバー、さあどうか。あとはツー。ここからの粘りです。ここからが三冠戦です。秋山はその三冠戦の重みをここから感じるはずです。そして格闘技のメッカ、格闘家の憧れの夢舞台、日本武道館のメインイベントでの三冠戦、そのクオリティ、ファンが求めるクオリティの高さを感じるはずです。低空のドロップキックからエクスプロイダー、5発目、5発目のエクスプロイダーです。さあここでにわかに秋山へのコールが大きくなりました。日本武道館、秋山がねここで勝っていけるといいんですがね、はい、せっかく頑張って今こう巻き返したんですからね。ここからです。秋山純、秋山コール、今は9月、今はもう秋山純だ。あっと遠征切り、三沢が秋山のバックを取りました。ジャーマンスープレックスホールド。お、秋山が立った。鋭い眼差し、エルボー、あーっと2発目を受けてしまいました。秋山もボロボロです。しかし秋山立ち上がります。エルボーで応酬、三冠王者のエルボーだ。しかし秋山立ち上がります。バックを取った三沢、ジャーマンスープレックスホールド、2つ。それでも返しました。秋山純、武道館のメインで三冠戦、求められるクオリティに応えたい、そして三沢、秋山、そのカードのクオリティをこの一戦から積み上げていきたい、秋山はそう語っていました。そのためにも今秋山は立ち上がります。そしてエクスプロイダーの体勢、しかし力がない。エルボー、崩れ落ちました秋山純。第17代三冠統一ヘビー級チャンピオン、王者の中の王者、三沢光晴、若武者秋山に容赦のないタイガードライバーの体勢、盤石の体勢から打っていきました。さあカウント2、いや馬場さん、それにしても秋山もよく返してはいます。そうですね、しかしもうこれは秋山もこの初挑戦、その初挑戦を勝ち取った意地だけが秋山の肩を浮かせています。さあそして三沢が秋山に渾身のタイガードライバー、秋山初挑戦の難しさを今知りました。そして三冠チャレンジ、その重みを知りました。チャンピオンベルトの重みを知りました。三沢光晴、チャンピオン4度目の防衛に成功です。超世代軍頂上対決、三沢光晴対秋山純、今年5度目の三冠戦は秋山初挑戦、勝負タイム24分57秒、三沢光晴が三冠ベルトの重みをその秋山の体に刻み込みました。三沢光晴4度目の防衛に成功しています。さて放送席解説の馬場さん、この秋山純三冠戦初挑戦を振り返ってください。秋山もね技がいっぱい出ましたけども、
秋山にやっぱり一つ足りないものがありましたね。それは何でしょうか。足を使わなかったということですね。足蹴りが一つもなかったんですよね。あ、そう言われるとそうでした、うん、ですからそういうものをこれから交えて技を出したら即次の技を待たずにですね、相手が投げたら即立ち上がって相手の弱っている時にもう立ち上がって次を出すということを覚えなきゃいけないですね。はい、それにしても伊沢光晴第17代三冠統一ヘビー級チャンピオン、王者の風格そして貫禄を十分に味合わせる一戦でありました。秋山ね、はい、非常にいい技がいっぱいありました。ですからもうこれからチャンスがどんどん来ると思いますからね。はい、なんてったって初挑戦、秋山の三冠王者への道は今馬場さんスタートしたばかりですね。そうですね、非常に秋山にとっては苦いそしていい思い出になったはずです。チャンピオンの中のチャンピオン伊沢光晴を相手に秋山純が初挑戦をしました三冠戦、伊沢が勝負タイム24分57秒で秋山純を沈めました。4度目の防衛に成功しています。それでは見事4度目の防衛に成功しました伊沢選手の話を伺います。おめでとうございました。ありがとうございます。非常に厳しい戦いになりました。きつかったですね、まあ、一番疲れましたけど、過去6回シングルで対戦しているその秋山選手、今日ベルトをかけて戦ったその感触はいかがでしたか。いやもう秋山もね、もう十分すぎるほど力つけてますしね、まあ、俺に言うことは別に何もないです。